デカ型1デカ型1万5000型が製造時に履いていたものを伝送した台車を履いていた23と120に牽引されるデカ1。更新修繕中でパンタグラフが取り外されている高松琴平電気鉄道デカ1系電車は高松琴平電気鉄道の事業用電動化車。1957年自社今橋工場製で一両が存在。形式のでは電動車を意味し、 革化車を意味する。二軸化車の台枠に両分など、手持ち部品の組み合わせで製造された。台枠の種車は、1万1000型と1万3000系の二節があるが、JTB パブリッシング発行のことで200年の歩みにて、設計者の非加減専務が、無害化車1320の台枠を前後に延長したと発言をしている。車体は、木造で、 車両中央部に運転席、その前後が荷台となっている。運転台部分の車体は台枠よりもかなり狭く特徴ある外観となっている。また、6 0 0ト1 5 0 0トの両方の河川電圧に対応できるようになっている。これは、琴平線が開業時から1 5 0 0トなのに対し、長尾線が1976年まで6 0 0ト 主導線が1966年まで 600V と異なっていたためである。現在でも 600V 機器が撤去されず、運転室内に 1500V、600V 切り替え、器が存在する。普段は、仏製生産工場にて車両の入れ替えを担当している。使用されない場合は、仏製生産工場内の北工場の留置線で待機していることが多い。なお、 ATS がないため本線上に出ることはできないが、かつては大事故発生時や積雪時の走行が考慮されていた。2007から2008年には、不製産工場で、台車交換、車体、荷台の補修、クレーン撤去などの更新工事が実施された。この際、ビトーヤーゼ商島も315からの燃出品に交換された。また、それまで車体に、 車両番号が表記されていなかったが、この更新時に1の表記がなされている。なお、資料等にはデカ1型と表記されていることが多いが、書類上はデカ型1とされている。ありがとうございます。